どうも大之助です。ということで今回もシャドーバース実況プレイやっていきたいんですけど、ネメスで2ピック9ごしらえのデッキ30枚を組んで戦うやつなんですけど、このキルザイルね2枚引けたんですよ。もうなんならこいつがやりたくてネメス選んだんですけど、案の定引けてねめちゃくちゃ嬉しい限りですね。機械がいっぱい引けたんで、あのグライアス欲しかったんですけど、まあ、それが引けなかったのは残念ですけど、ただ見た感じ結構パワーカードフルクラストガンなんともにですね、だから無常の侵食も2枚引けてるんですよ。だからもうこの辺でねガンガン押し切って、長期戦というよりも中盤制圧して倒すっていうようなデッキかな、戦っていきたいなというふうに思います。いやさっきドラゴン使ってテンポよく、あの、まあ、一生最初の1敗は黒星スタートだったんですけど、そこから5戦目でなんか勝ったはずなんですけど、ダンスクラブ3体とフォルテで20点のはずなんですけど、なんかダメージが、あのバグかなんか指導展開通らなくて負けちゃったんですよね。家族を守るためにちょっとあれ、その胸くそ悪い感じのまま戦っていきたいなっていうふうに思います。改造技師いいね、あぶれ、いや、あぶれは戻してる、お、いいじゃん、無常の侵食よろしくね。とりあえず2、3、4の動きはあります。どうした？人形の団結はね、できれば連携溜まった状態で使いたいけど、いつかお前とあの空へ。使うか。何度だってハブレの人形使い出して、その次に無常の侵食4ターン目いきましょう。天使のラッパがなんたパム。これで出された時用に人形の団結を使っておけばよかったんでしょうけど、僕ちゃんないんだし、本当に無常だね。無常の侵食でとりあえず盤面制圧して、一瞬全然のドラゴンが これはそれのうちに今しいポン連携をもう6も溜まってんじゃん。連携10なんでそこ溜まるし、ここは遊戯、わらわの縄張り、これで決める。眠れる竜は起こすなと言った。これ改良型薬人形相当邪魔だったリザードってたの持ってんじゃん。はぐれの人形使い、ウェポンオーガーまで残しておきます。はぐれの人形使いで処理するのか、改造技術進化でいくか、設計に口出さないで行くぞ。野蛮な改造は嫌、尾びれに触るわ。きれいに処理、きれいに処理されますね。覚悟はいいか。必殺技はこれにしましょう。ギリギリ改良型役人形とで人形の弾引き裂くだけとかダセーだろって思ったけど、ステータス上げてきよう。僕ちゃんないらしい。
セルティアのアーティファクトも同様に使っちゃうっていうのも一つの手だね。というか、ゴブリンメイジ組んで荒らして取り放題といったか。ですけどね、バリアブルメーカー、セルティアのアーティファクト、セルティアのアーティファクトを戻して、百竜で火を囲む。なんで？お、いいぞ、フルブラスト。悲劇の歯車など鉄くずにしてやる。ここからだ。美しくとも一斉射撃。楽しみ。これぽっち？アニマルパペット悪くない。これでセレスティアルアーティファクトのダメージ数も増える。フルブラストガンナーの補正もつくし、次セレスティアルアーティファクトでいいかもしれない。それかアニマルパペッターで、いつか3人で飛ぶな。成長を目指して、百竜で爪を研ぐ。成長を目指して、そっか、亀裂の人も1コストだから、失敗しちゃったゴブ。お、メカニカルドッグ。アニマルパペッタ全ジョリーでもいいんじゃない。これメカニカルドック出してパペッタが死ぬかもしれない。パペッタじゃないわ。パペッタじゃないわ。あぶな、あぶな、死ななくてよかった。これでエンディング決まった。これ次セレスティアルアーティファクトのカウントを稼ぐこともできたし、ライフがちょっとずつ削られてるのがね、怖いね。竜の渦き、すべてを食らう。いつか3人で飛ぶな。成長を目指して。そろそろキルザイル来てくれませんかね。マジカルハンティングタイムにゃ。ダメだ、処理しきれない。よーし、こいつに決めた。あ、だからクリーニングドール、やべ、クリーニングドールを使っても倒しきれないな。倒しきれなかったから、まあ上この方がいい。引っ越すだろう。で、俺ライフ9点だろう。目打ちにしすぎた。嫌だな。弱者は去るべし。
お、キルザイル来た。最強のカード。物を劣るゴミクズめ。これ見て。鉄筋の監修。これ相手。わきまえろ。相手のランダム2ダメの的を増やすために飛行の位置を出そうか、それとも残しておこうか、出しておこうか。真の私の王子様。仕込んでやる。何が分かるし、ちょっと強すぎでしょ。あ、ちょっと強すぎキルザイルいるから、朽ちた巨兵出しても強いんだな。渦巻け大会、怒りのごとく。全部やられる。あー、ダメージとまた大丈夫タイプ。渦巻け痛ましい。口の水がね。戦争を開始します。ブラシを。ジオンは相当きついんじゃない。お仕事面倒ですね。進化しちゃおうぜ。進化したらどうなる。次打ちた巨兵、打ちた巨兵次進化したら14倒せないか。じゃあもう残してた。これで終わらせる。水銀の遮断。堅牢の意志。ブラシを形となる。遮る。これ突破できないでしょ。それもよく亀裂竜すら湧き裂け目を。ここで蹴りつけなかったら俺大富豪だからな。ヘッド交換。ミスティックからのもう一体キルザイル引いてくれたらまだわかんないと。ハングリーハンティングに。ちょっとでも守護を張ると。来ない。来ない。なめた。来ないね。戦争を開始します。ブラシを。貫く誓いを。これで相手なんか突進系が3体いたら相手の勝ち。なかったら目指せトカゲナイト。トカゲで勝てる。ヘッド交換。振り落とされる。振り落とされる。大したものだ。まあ、キルザイル強かったっす。使ってて楽しかった。キルザイルブラストランナー無常の侵食。
うん、強いカードを大体1回ずつは使えたから気持ちよかったけど、そのまま押し切りたかったな。押し切り萌えだったんですけど、相手がもう一個上だったね。一枚上だった。さあ、ワイティシュヴァンパイア指導展開発動。喝采共感獅子類類。全部返そう。ヒーリングドールはいいかもしれないけど、こう悪くない。おいでなさい。そうなんかな。ちょっとあの悪くないだろうって言ったのを撤回します。一緒に行きました。見た目は改良型でなんとかチャイム待ちできるとして、狂気の速球。いやー、人形の話といてくるけどね。お、いいカード引いたじゃん。お仕事、面倒ですね。白鵬の上、スティッカーチカット。天井ですね。夜の果てまで暴れろ。お疲れ様でした。お、フルブラストガンナじゃん。これはいいぞ。勇者やるぞ。悲劇の歯車など手つくずにしてやる。行くぞ。美しくとも悲劇は拷問。一斉射撃白鵬に乗れ。情けないゴブ。とても魅力的ですね。次はエンジェルパニッシャー出して進化切ったら程度あぶれるか。7、8、あぶれるね。今漏れちゃう。男こそが魔の剣。強いけど観客は不要。変幻自在魔の音色。悪くない。お、いやけど無双の進捗だけ、うん、けど強いな。次の戦い、それでエンド、それでエンドしてくれるんだったら俺エンジェルパニッシャー、エンジェルパニッシャーが口だけ増え。いや単体性能で見たら口だけ増えだけど、ここでおちおちはかもおろせんな。無常の侵食とそれで出せないのが残念だけど、無常の侵食、はぐれの人形使い。フルブラストガンナーがいる状態で無常の侵食使ったらもう相当盤面ランダム2点ダメージの3回だから、そんな改造技師とか全然いらないんだ。お前には悪魔がついている。みんな光って綺麗だね。誰もが踊る。引いたら悪魔が去る。綺麗展開いきな。早速見せ場じゃん。アニマルパケッターでもいけるけど、これ手が漏れるの怖いから。次の演目決まり。ここでもしターミネートマシンベアが残ろうもんなら相当なアドバンテージを叩き出せるんで。男こそが魔の剣、灰では済ませない。変幻自在魔の音色。相手俺のライフを蝕んでるんだよな。では回復しまくる。
アクは奥まですっきり処罰。人間の断絶。かき消された。交われぬ双曲、今一つに。頑固な悪人。ここからだ。もう分かたれぬ。ちょっとルーフがいて、あと相手アビスルムロードがいたら負けか。こっちの急行するんだから、6点ぐらいヴァンパイアすぐ出るな。マリオネットガーデンで相手の主語を溶かしつつ4点場の夜の果てまで暴れろ。ってくれたら、復讐に入った。これフランの我が胸に燃ゆる怒りを力に変えて。これこれで終わらせる。進化切り取らなかった。悪は見つけた、その頑固な悪意。君の小指に僕の痛みキュー。舞台はどこに。いや、キルザイル行くよ。ついてくれよ。終わったようだ。けなくてもそこそこ戦えるという証明になりました。そこそこ戦えるどころか勝っちゃいましたからね。さあ3戦目ガンガン行こうぜ。もう切り替える気持ちよ。3戦目突然キープは無理だ。それよりもテイフォストのカードで指導展開発動。さて刃を交えようか。はい、そうです。いや、スイッチのカード多いな。スワッチのカード。よろしくね。いいね、クルブダストワンの。マジで、ありがとう。何のかぶりもいいんですよ。まあ、クルブダイバー。クルブダイバー、テンションさせないキープです。自助みたいな、あ、そいつか。悪くないけど。よくもないな、これ。メカニカルドックは、クリムダストガンダーの後に使いたい。深海で荷重が弾ける。狙いだもん。クラーゴブ！美味しかったでしょう。開始します。どうします。何もヘッド交換。何もいらんな。
しまうために守りとして選んだなんだわけではないかな。あまり好きですけど、おっ、どうしたの。だったらアニマルパテクターは使わない。ゲームなんて使おうか。アニマルパテクターとトリブラストランナーがあるのか。いや、それよりもラストワード持ちで除去能力高めておく方が良いかと。神明に身を捧げ。滅びを授けよう。必殺技はこれにしましょう。反応が強くなかったから、悲劇の歯車など鉄くずにしてやる。行くぞ。美しくとも悲劇は一斉射撃。見てもね。で、次アニマルパペッターで一人でしまってもいいですか。それからヒルザイル2連打で、一瞬踏んで荒らして取り放題。次の演目決まり。いいね。顔面にも攻撃、ダメージ与えてくれるっていうのが嬉しいな。これで相手が強い風を出してきたら、無理やりフリサイドを完璧にしても、フリサイドでガンガン攻めれた方がいいだろう。7コス553体で、2体が強い。片方、1体は。始まる恋。それが止まらないんですよね。物を言おとるゴミクズめ。うざめて。仕込んで。これでもしキルザイルが残ろうもんなら追いキルザイルいける。それしたらもう相手も無理だ。怒りのごとく。こう強いけど、竜の刃一瞬これも武装感度を稼ぐ。薄負け。さあ、ここ大事よ。リザイル使っちゃうのか。フルサイド使わないと。倒せる方法がない。フルサイド行っちゃおう。無能に劣るゴミクズ。わきまえろ。ちっ、今日は燃えますか。こんなカードはマリオネットダーリンに職人の一年なり人間の団結を使って、人間の盾シオンに人間の団結を使って、いいカード燃えちゃった。
君の小指に僕の糸。ヒューヒュー。ヒュー。これ。ちょっとして。ガーディン。ヒュー。ガーディンでリタリア。ガーディン。ヒュー。何？ヒュー。私が。破れたの。残酷ラストワード持ちにしておいてよかったでしょ。でキルザイル連打で相手の画面を終わったようだ。とか関係なくガンガンキルザイル使ってた方がいいですよ。なんというカードパワー。ツーピックなんてキルザイル2体キルザイル2ターン連続で投げるだけの簡単なゲームですわ。充電がなくなってきたんで指導展開発動。これやっていこうかな。パパ、ママ、ルナを守ってね。落ちて戻して、お、キルザル来た。お仕事面倒ですね。よろしくね。ミスティックアーティファクトだけどね。セレスティアルアーティファクトは休日ロードをお断りしかない。相打ちしておこうかな。あ、メカニカルドッカやりますけれど、ドローしたいので、ね、お疲れ様でした。ミニボブか。まあ次はミスティックアーティファクトで4ターン目アニマルパペッタお茶濁しでもあり、禁断の魅惑をあなたに。うちのミスティックアーティファクト大変なことなんですよ。怖いよ。改造技師か。改造技師でもいいな。次改造技師で5ターン目有望魂発見です。ブラストガンナ設計に口出さないで。全ジョリーのジョリーしておくか。もう帰っていいですか。全ジョリーは無理だ。いいのですね。相手のラストは相当溜まるけど、フルブラストガンナクリーニングロール。フルブラストガンナそんでアナライザーアーティファクト。歌詞は頭にしまってる。全然やめるだよ。デッドオアトリート許さない。あ、いけるか。改造技師にぶつからないの。それちょっとなめじろうじゃない。クランプスでもあるの。モンストあるぐらいだと絶対こんな丁寧な処理をしなくていいのか。悲劇の歯車など鉄くずにしてやる。戦争開始します。フルブラストガンナーが必ず呼んだら来てくれるのはありがとうございます。美しくとも悲劇は葬る。これでモンスターでブラシを気がついの。この世は何やらだった。敗戦はもう帰るよ。痛い。カチカチになるし、次どうしようかな。アニマルパペッターでもいいし、相手が処理の手一杯だったら落ちた曲でもいいかな。だいぶ手がパンパンじゃん。天使との戦士の異名ルナと遊ぼう。人の世には降ろさない。次の戦いへ。
完結。ヘッド交換。ご主人様まだかな。これアニマルパペッターでエンドか。次の演目決まり。果たせた。いいね。許さない。次のターンはキルザイルド。キルザイル行った後、8ターン目に朽ちた巨兵進化でリーザルいけんじゃないかな。この盤面の残り具合とかから見て。ゲゲゲて。無能に劣るゴミクズ。負けない。怖いよ。しかもドローンしてくる。特大のいたずらをプレゼント。キルザイル。さっきと同じような流れだな。他に何かいいし、マーキュリー実施音だな。燃えちゃうの嫌なんだよ。でも燃えるかどうかわからないし、でも言っとくか。無能に劣るゴミクズ。ここになって。仕込んで。足を燃えた。もうキリュウダで木の中にいなくなりました、ね、これで相手もう一体ミスチーフゾンビがいるのかな。我の復活を望んだか。我の復活を望んだか。あとは進化でリーサルということで。骨よ、ムクロよ、我に同化せよ。ザイル進化。ここからだ。2試合連続同じ試合で。負けちゃったけど楽しかったな。絶対負けたら楽しくないと思うんですけどね。終わったようだ。いやー強いね。キルザイル。環境じゃ全然見ないけど、スーピックだと無類の強さ。なんかもう使っててかわいそうな気分になるぐらい圧倒的。これ相手もあんな盤面を結構簡単に処理してくるのも驚きです。ミスチーフゾンビ指導展開発動。占いましょう未来を。明日はパワーが高いカードばっかの感じになったです。まあ最初よっしゃ、早速キルザイル読んだらくなさい。よろしくね。してやろうぜ。ジュンは私の王子様。先行で手札を細い状態でドロップされたら結構嫌でしょ。打ちしてくれ。調整しないと。これアニマルパペッタ出すか。出しちゃう。次の演目決まり。置いておくことでかける圧か。圧力も相当だからな。次無常の侵食で出して、効果的ね。練習だ。行った。次改造技師とクリーン業たちで伸びしろは青天井だよ。許してやるよ。解放法モータージーニアス。いや設計に口出さないで。行くぞ。進化を止まるけど
野蛮な改造は嫌。釣り人形たちで何とか処理してハッピーでビッグラブ、ハッピーがたくさんも余韻を届けましょう。ハッピーでお腹いっぱいだブ。ギリギリギリ、具体的にはいいか。だってこれで2連打できるんだもん。ハッピーをあげるブン。キラキラブン。いいでしょ。もう完全な目白だけど。キルザイル2連打できるんだぜ。ニックキ世界をぶっ壊すわよ。100%。私が導きます。久兵が完全に絶対めげない。進化切ってステータス上がらないのが残念なんですけど、失踪を持つおかげで、さっきの試合、嘘でしょ？試合で何回かほら、革新的な学説だよ。大道 AT ブラストガンナーという手もあるけど、無能に劣るゴミクズ。なぜわからん。だから言ったけど、添えてクリーニングドールみたいな。いやー、次回図に決めた。ついブラシを、ブラシを、バキマル、ビャー、仕込んでやる。イエーイ、楽しい。次にフルブラストガンナーからの無常の侵食でめちゃくちゃ盤面制圧できるし、セレスティアルアーティファクトを普通に使うというプランも見えてきたぞ。 1000X3 これ相手スペルない状態で、なんか魔眼の講師だっけ、あのスペルとかない限り、全体除去がない限りもうきついっしょこれ。キルザイルの忍者はほら殺してる時点で、かつての魔術の王国だ。いやけど、けどヘッド効果、セレスティアルアーティファクトでリーサルダイム、だって X3 なんだ。わきまえ、強かったですね、キルザイル。ということで、ネメシス使って4連勝しました。今回この辺で終わりたいかなっていうふうに思います。終わったようだな。やっぱキルザイル選んだけど、1体だけだと結構相手簡単に処理してくるっていうのが分かりました。2連続でやるからこそ強いですね。ということで、今回は以上。